皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。本日ご紹介するのは人気のグランパセオシリーズよりグランパセオ亀井戸です。はいはい、おしゃれな雰囲気が伝わってきます。はい、メールボックス、宅配ボックス、まずはオートロックになっていますので、こちらのオートロックを解錠いたしましょう。はい、こちらから受け取りが可能というわけですね。メールボックス、宅配ボックス、はい、エレベーターはこちらです。中の様子がわかるモニター付き、安心ですね。それでは本日は8階へと向かいます。はい、8階に上がってきました。左手1、2、3、4、5、6号室というふうになりますね。本日はこのワンルームタイプと、1DK タイプ、2号室、5号室ですね、それぞれがモデルルームになっているということで撮影していきたいと思います。はい、まずはワンルームタイプのモデルルームから。はい、あー素敵ですね。まずは全体を見ていきます。キッチン、カウンターになっていて、2口ガスコンロですね。はい、はい、このようになっています。それぞれじっくりと見ていきましょう。はい、まずはキッチン、調理スペースも確保されています。下に収納もございますね。そしておしゃれな作りになっています。はい、こういう風にしてみてはいかがでしょうかという風な作りレイアウトですね。冷蔵庫置き場はこちらです。はい、スペースも無駄なく使えそうですね。はい、でテレビ置く位置こちらいかがでしょうかと。でエアコンです。はい、そしてベッドがこちらの箇所にすっぽりと収まっています。はい、ちょうど何かこうくぼんでいるスペースのようになっていて、非常にですね良さそうです。なんか寝るときゆっくり寝れそうですね。はい、でこちらに、あ、クローゼットなわけですけれども、こちら、はい、ちょっと下にスペースがあるんですね。見たことがないです。レアですね。はい、子供が好きそうな感じのレイアウトです。このなんか隠れる感じのですね。はい、バルコニー見てみましょう。その5号室と2号室だったとですとですね、向きが異なりますね。こちらが5号室タイプです。8階の眺望です。洗濯物も干せますよ。はい、お部屋いかがでしょうか。すごい素敵ですね。さあ水回りを見ていきましょう。まずはこちらがトイレですね。はい、そしてそのまま、はい、こちらが靴置き場です。はい、独立洗面台に洗濯機置き場、ドラム式も置けそうです。そしてお風呂ですね。はい、お風呂は乾燥暖房両風換気がございます。はい、大変素敵なお部屋です。それでは続いて 1DK タイプの撮影に向かいます。
はい、見ていきましょう。はい、まずはキッチンですね。2口ガスコンロのシステムキッチン、下と上に収納がございます。はい、1DK も当然モデルルームになっています。はい、素敵ですね。使い勝手の良い人気のタイプのこの 1DK の間取り。はい、ベッドのサイズはこれはシングルですね。シングルサイズのベッドがモデルルームに置かれています。はい、このミニ 1LDK のように使える 1DK 非常に人気です。こちらがクローゼットですね。はい、バルコニーに出てみましょう。これは二重窓のようになっていますね。こちらが車の通りが多いんですね。確かに外に出てみるとこの車の音しっかりと聞こえます。そしたらもう一度中に入ってみますとですね、まず一つの窓で十分音聞こえない状態になり、さあ二つの窓を閉めると、私からするとですね、全く音がしない状態にまで今なっている状況です。はい、こちらが冷蔵庫置き場ですね。はい、独立洗面台、二面鏡です。そして洗濯機置き場、そしてお風呂です。で、靴置き場に棚がありますね。はい、グランパセオ亀戸、非常にお問い合わせが多いです。実際来てみるとですね、素敵なお部屋でご覧いただいた方はきっとお気に召されることと思います。はい、グランパセオ亀戸もお得にご紹介中です。お気軽にお部屋探しのハートサポートの LINE 公式アカウント、あるいはお電話にて直接お問い合わせお待ちしております。ルームツアー映像をご覧いただきありがとうございました。さあ行くぞ。皆さん、ルームツアー映像をご覧いただきありがとうございました。とても素敵なお部屋でしたね。このようにですね、お部屋探しのハートサポートはルームツアー映像を撮影して YouTube 動画に公開しておりますけれども、日曜日、月曜日、木曜日、金曜日のこの4日間、週のうち4日間ですね、夜の10時20分から11時までライブ配信で物件探しを公開で行っております。私がパソコン前でですね探しております。チャットメッセージでですね、ご希望のエリア、入居人数、そして賃料のご予算、こちら3点をですねチャットメッセージでお送りいただければ、当日のライブ配信でご紹介をさせていただきます。お気軽に皆さんご視聴いただければと思います。はい、今回も素敵なお部屋でしたね。次回のルームツアー映像も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート、